こんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。今日はですね、先日紹介しましたこちら、ジャムブロックとカウベルが合体したそんな楽器を紹介したいと思います。こちらです。LP から出ているカウベルなんですけども、カウベルの先にそれぞれジャムブロックがついています。青は小さめ、赤は大きめ、他にもいろいろ種類があります。こちらはですね、カウベルの音も鳴りながら、ジャムブロックの温かみのある音も出せるということで、気に入ってます。それでは音を聞いてください。いかがでしたでしょうか。叩く位置でいろいろ音色が変わって、面白い楽器だと思います。ぜひですね、見つけた際を触ってみてください。それではまた。ライブ情報、アルバム購入ページ、ラジオの出演情報は下の説明欄よりぜひチェックしてください。